教会でのミサゴのメキシコのキンセアニエーラ、キンセアニエーラ、またはキンセアニオスは15歳の少女の誕生日を祝うラテンアメリカを起源としアメリカに広がった衆議である。キンセアニエーラは少女の年齢の15歳を意味するスペイン語の女性名詞である。スペイン語ではフィエスタデクインスアニオス、またはフィエスタデキンセアニエーラである。スペイン語及びラテンアメリカ各国では キンセアニエラは15歳の少女を意味する。アメリカ合衆国をはじめとする英語では誕生日に伴う祝儀を示す言葉として使われる。この誕生日は子供から成人した女性への成長を祝う。歴史的には15歳になる前の数年間、少女は社会で主婦として生活するための準備として年上の女性から料理、織物及び出産について学んでいた。過去には イベリア半島とフランスで同様の習慣がある。現在この慣習は起源であるメキシコに強く残っている。この衆議はアメリカのスペイン語圏で広く祝われている。最大のパーティーはイギリス及びアメリカ合衆国でのかつてのデビュータントボールに匹敵する。衆議自体は各国で大きな相違がある。例えばある国では宗教的な色彩が他国よりも強い。 アメリカ合衆国の多くのラテン系アメリカ人は、伝統に従い、キンセアニエーラを祝っている。ポルトガル語圏のブラジルでは、この祝儀を、フェスタデデブヤタンツ、バイレデデ,デペッタント、または、フェスタデカンズアノスと呼ぶ。カリブ海フランス語圏、フランス領ギアナでは、フェットデカンズアンと呼ぶ。キンセアニエーラは、ラテンアメリカの少女が15歳になり、 もう子供でなく若い成人女性として社会に参加する、栄誉を称する。現代の宗議では、スペインカトリックの伝統とアステカの先住民の伝統を組み合わせて、若干の現代的な解釈を加えている。古代メキシコ、メキシカのアステカ先住民には、人生の段階を示す数多くの儀式があった。この段階は、若い女性が、社会の求婚者候補に処女として紹介され、 成人となることを示した。伝統的なメキシコのキンセアニエーラでは、キンセアニエーラの少女に伴い、若い男女は正式なダマスとチャンベランの役を演じて、祝いの特別なダンスを踊る。若い女性に同伴する名誉ある男性も、またいる。旧婚者候補は、若い女性の家族に持参金となる贈り物をする。若い女性は花婿に引き渡される前に、 衆議に参加して、義務及び責任に従い人生において伝統に、忠実で正しい道に従うことを促される。メキシコプエブラ州サンマルティンテスメルカンのサンマルティン教会でのフィエスタでクインス・アニオス、キンセア・ニエーラの背景は時と共に洗練され、暮らしている地域の様々なラテン文化に適合していった。コーノスールではヨーロッパの移民によりこの慣習が普及した。 農村では、少女が15歳になると結婚できると考えられていた。それに加えて、20世紀には、金セアニエーラが女性に関する許可を意味するになった、大人のパーティーへの参加、眉毛の整え、化粧、足の手入れ、宝石装飾、ハイヒール。この伝統は当初、金セアニエーラは、友人や家族が集まり若い男性と交流する、機会を与えるために成人を祝う。 小さなパーティーであった。裕福な家庭では、大きなパーティーとおとぎ話のお姫様のようなドレスで、金星アニエーラを祝った。ラテンアメリカの国々では、富裕層の家庭は、金星アニエーラを新聞に、催し物として案内して、贅沢な祝いを宣伝した。1960年代には、数多くのラテン系民族が、アメリカ合衆国に移住し、独自の伝統をもたらした。 アメリカ合衆国に住むと貧しい移民者は良い職業について母国に戻ったかのような大規模なパーティーを開くことができた。当時の金セアニエーラにかかる費用は平均4000ドルだった。2015年には控えめで伝統的な金セアニエーラの費用は家族と友人が食事を作るなどして行事を手伝うことで5000ドルから6000ドルと推定される。 こって贅沢な金セアニエーラは1万5000ドルまでの費用がかかる。簡素な食事とケーキのお祝いから裕福な家庭では大きなパーティーにまで発展した。家族が催し物の企画者に依頼して特別な入り口やダンスが企画され、プロの写真やビデオ撮影付きのるテーマを持った衆議に発展することもある。アルゼンチン、ペルー、ボリビアよびウルグアイでは この修理は父親同伴のティーンエージャーの到着で始まる。少女は好みの色とスタイルに応じて選んだ成功で優雅なドレスをまとうが伝統的な要素を保っている。場所は屋内の場合、その際に特別に装飾した入り口を持つ。父親と娘は音楽が流れる中この正面入り口から入場し、友人と親戚が監修に従い父親に花を渡す。 次に、ワルツの儀式が始まり、少女は最初に父親と踊り、友人や親戚に相手が変わる。舞踏会は通例分けられ、その間には様々な料理が供され、客が交流してお祝いを楽しむ。以下は典型的なプログラムの順序である。入場ワルツアントレ第一回ダンス食事のメインコース、第二回ダンスデザートと友人との誕生日ビデオの 上映サプライズダンス15本のキャンドルの儀式第3回ダンス、乾杯、ケーキカット、及び女性の友人、親戚が束のリボンを引く儀式。リボンには小さな飾り物のうち、一つだけ指輪が結ばれている。最終ダンス15本のキャンドルの儀式この儀式では誕生日を迎える少女は人生で最も影響を与えた15人にキャンドルを手渡す。 キャンドルを渡すたびにスピーチを行う。この儀式は生命の木とも呼ばれる。15本のキャンドルは少女が過ぎ去った15年を象徴する。それぞれのキャンドルはこの儀式に呼んだ人とその瞬間を共有した特別な思い出を示す。少女はいかに彼女を支えたかを伝えて感謝の意を表す。ブラジルではこの祝儀をフェスタでレブヤタンツ。 バイレデデペッタント、またはフェスタデカンズアノスと呼ぶ。以下は典型的なプログラムの順序である。入場ミサ第1回ダンス少女の人生のビデオ上映と友人の挨拶ワルツ、または他のダンスを家族の男性と少年第2回のダンスケーキカット第3回ダンスキューバでは、パーティーには金世アニエーラの少女が選んだボーイフレンドとの主役の周囲を14組のワルツを 踊る、振り付けのダンスを含まれる。振り付けには、金セアニエーラの周囲で踊りエスコートする4人、または6人のエキスパートが含まれることが多い。通常は、若手のダンサーであり、中央のカップルを盛り上げる役割を果たす。男性ダンサーは、様々な色のタキシードを着ることができる。15歳の周儀は1970年代後半まで、キューバで盛んだった。 このパーティーの監修はスペインからキューバにもたらされたが、フランスからの影響が最大だった。プライベートクラブの高価なダイニングルームや四つ星5つ,つ、星の高級ホテルを貸し切ることができる、裕福層の家庭は、金星アニエーラの先駆者であり、金星図と呼ばれた。修理は、通常、自宅や親戚のより広い家で行われた。キューバで、 一般的な都の伝統は、14人の女性と14人の同伴者による名誉犯である。同伴者は花を持ち、女性はキャンドルを運ぶ。キンセア阿弥ラが父親とワルツを踊るとき、一つのキャンドルを吹き消して、バラの一つを受け取る。これを、すべてのキャンドルを吹き消して、すべてのバラを受け取るまで続ける。吹き消される14本のキャンドルは、彼女の過去14年間を表し、 一本ごとに願い事をする。ケーキカットの時が来ると、金星アニエーラは最後のキャンドルを吹き消して十五個の願いを終える。花は母親に送る。この修儀は非常に伝統的であり、一般的に祝われる。カトリック教会のミサで始まり、次の一年に向けて神の祝福を受け感謝を伝える。誕生日パーティーでは十四組の客と共に、 ティーンエイジャーの同伴者と15組のカップルで入場する。金セアニエーラは通常明るい色のドレスを着る。女性はロングドレス、男性はスーツとネクタイを着用し、明るい色の場合でも誕生日の少女の色と同じものとしないことがこの周儀では肝心である。直後に金セアニエーラの誕生日の少女は同伴者とワルツを踊る中心で踊って、 ワルツの終わりに同伴者から父親に変わる。金セアニエーラの少女と同伴はメレンゲ、ポップ、またはサルサの音楽のリズムなど、いくつかの振り付けのダンスを行うことが慣例である。通常ビュッフェと飲み物が供される。客は引き出物を受け取る時にパーティーに参加したことを記録するアルバムに署名する。伝統的な15歳のケーキは通常、 巨大で美しく派手なデザインが特色である。このケーキはダンスの後に切り分けられる。伝統的に歌手やバンドが衆議に出演して盛り上げ音楽で感動を与える。ニカラグアでキンセアニエーラを祝う少女。ニカラグアでは少女をスペイン語、キンセアニエーラと呼び、衆議の意味は持つことはない。コロンビアではクインスは10代の少女が父親同伴で到着して、 始まり、母親や親戚や友人が出迎える。次に、父親と娘は、ワレツや他の曲を踊る。キンセアニエーラの誕生日の少女は次に、兄弟や、おじ、大父母と踊る。続いて、行列を作る参加者全員とパソドブレとワルツを踊る。この祝儀では、ティーンエージャーは明るい色や、パステルカラーのイブニングドレスを着て少々着飾り、 通常紙にティアラを監視、首と指に宝石で飾る。ティーンエージャーの友人を含め客全員が清掃する。最初のダンスの後、ティーンエージャーと友人がダンスを踊る。続いて、生バンドの音楽、有名歌手、DJ、料理、飲み物で祝祭が始まり、夜中に出席者が面白いお面やカツラをつけて、アップテンポな音楽に乗せて騒ぎ立てる、オラロカが行われる。 キンセアニエーラの誕生日の少女が踊るダンス、および、友人、十枚などに引き渡すダンスは任意である。カリブ海フランス語圏、フランス領ギアナでは、ヘッドでカンズアンと呼ぶ。同様の形式に従う。メキシコのキンセアニエーラの衆議、キンセアニエーラとチャンベランメキシコでは、キンセアニエーラは上品な宝飾品と化粧で清掃する。 伝統的に公に化粧をする最初の機会であったが、21世紀には早くから化粧を始めている。キン世アニエーラはまた、イブニングドレスで清掃することが期待され、伝統的にに丈が長く上品な舞踏会用ドレスを、少女の好みの色とスタイルに従って多くは、母と共に選び着用する。メキシコのカトリックの伝統では、キン世アニエーラの祝儀は感謝のミサで始まる。 少女は、両親、大父母、名誉藩を同伴して教会に到着する。名誉藩は、少女と少年で組んだペアの選抜グループであり、少女が、ダマス、少年が、チャンベランと呼ばれる。このグループは、通常、7組から15組のダマスとチャンベランからなる。この宗教的なミサでは、ロザリオ、または、メキシコの守護聖人であるグアダルーペの聖母を描いた、ロケット。 または、ペンダント付きのネックレスが、大父母からティーンエージャーに贈られる。このネックレスは前もって司祭に祝福されている。少女には、また、愛する人、特に家族から思い出の品として、ティアラが授与され、金星アニエーラはいつもお姫様である。神と世界を前にして、彼女が姫であることを示すを見ている人もいる。この後、少女は、聖母、 マリアの祭壇に花束を残す。感謝のミサの後、参加者は、祝儀の式典に集まり、贈り物をするなどの金星アニエーラを祝うイベントが行われる。この式典は、金星アニエーラの自宅、会場、あるいはブロックパーティーのような公共の場所で開催される。式典では、誕生日の少女は、通常父親と伝統的なワルツを踊り、その場と関係を語る歌が続く。 続いて、ダンスの相手は、父親から、チャンベラン、少女が選んだ同伴者に変わり、その後は名誉班の残りと共に踊りを続ける。式典のこの部分はあらかじめ練習され、振り付け付きのこともあり、数週間から時には、数ヶ月前に及ぶ。基本的な式典には、伝統的なメキシコ料理が供される。一方、主要な6つのダンスに分けられる。 正式な入場客のほとんどが着席した後、金セアニエーラが堂々入場する。正式な乾杯任意であるが通常は、式典の特色であり、通常は両親または大父母が温度をとる。第一ダンス通常はワルツを、少女は、父親と踊り始める。家族のダンス通常はワルツを、家族、チャンベラン、大父母、及び、少女の親友だけで踊る。 好きな曲キンセアニエーラのお気に入りの現代の曲を演奏し踊る。通常のダンス通常伝統的なワルツを踊る。伝統的にメキシコの少女は学校や家庭の行事を除いて15歳になるまで公共の場で踊ることができない。そのためチャンベランと踊るワルツはキンセアニエーラの公共の場での初めてのダンスであるべきことを祝うような凝った振り付けである。 地域の監修により、家族が儀式の要素を追加することがある。靴交換の儀式では、家族の一員が金星アニエーラにハイヒールをプレゼントする。体幹の儀式では、近親の親戚が少女の頭に王冠をかぶせる。セレイモニア・デラール・ティマムーニエカでは、通常、金星アニエーラと似たドレスを着た人形を、父親がプレゼントする。最後の人形の儀式は、 誕生日を迎えた少女は、大人の女性となり、人形を諦めるというマヤの伝統に基づいている。同様に、靴交換の儀式は、少女の成熟を象徴している。すべての宗教的所作が行われると、ディナーが始まる。この時点で、周囲は頂点に達する。音楽グループの生演奏が始まり、客を楽しませる。客が食事、会話、交流して踊る間、 音楽が演奏される。特に家族と一緒に宿泊する場合、翌朝は家族と親友が特別な朝食をとる。リーキャラントドとして知られる前夜のイベントで食べられなかった食品を温め直すブランチ形式のイベントが行われることがある。キンセアニエーラパーティーの衆議はメキシコの大多数に特に農村部と社会経済的に低い層が、 出身の家族に強く残る伝統である。しかし、社会経済的に中高層の少女はこの伝統を中として却下することが一般的である。近年はメキシコシティ郊外を中心とした多くの少女は、家族が金世アニエーラパーティーに多額を投資するよりも、親しい家族や友人との小規模のパーティーを好み、有給休,休暇を願う傾向がある。アメリカ合衆国では、 キンセアニエーラは1980年代初めにテキサス州のいくつかの地域で注目されたが1970年代中から後期にはカリフォルニア州のロスアンゼルス及びサンディエゴでキンセアニエーラがあった。広まらなかったが多くの労働階級の家庭は名付け親が費用を支援するためキンセアニエーラを行うことができた。近年、キンセアニエーラはアメリカ合衆国で人気を得た。 アメリカ合衆国で出版された金セアニエーラに関する本や書籍は元のスペイン語に英語翻訳版を含むことが増えている。これは幅広いアメリカ文化にラテン文化の影響が増していることを示している。衆議の人気が高まり若いラテン系女性に直接食事を配達する小売業や企業が増え始めた。21世紀には多くの少女が 独自の金セアニエーラの修儀を作っている。伝統的なドレスは、フォーマルで通常白、またはピンクであったが、ドレスのデザインは、さらに多様化している。また、伝統的な7人のダマスとチャンベランに代わって、金セアニエーラは、全員のダマスとチャンベランを選べる。伝統的に少女は15歳になるまで、公共の場で踊ることができなかったが、このタブーも、またかなり廃れた。 靴交換の儀式も新しくなった。ハイヒールに履き替える前は伝統的にスリッパを履いていたが代わりにドレスの色とスタイルに合わせた靴を履くことができる。ありがとうございます。